シワか。やっぱすげえな。ナイス。おいお前ら、昨日のあれやったれ。まずは殴り合いを制せ。さっこーい。おれ後ろさん捕らえた。ナイスさ。おい田中さん、バカだし。ワンタッチ。くそ。うひょ、牛若止まんねえ。どんまーい。次一本。いいぞ、今のでいい。壁はいるぞと主張し続けろ。そうすれば道は開ける。牛島の全ての攻撃を止める、あるいは拾うなんて無理な話だ。リベロのところへ打たせるように仕向けろ。優が拾えないなんて手に負えないじゃん。チャンスボール。よっしゃ。牛枠ばっか警戒しすぎた。うちの弟はね、がっかりするほど冷静なんです。牛若の打球は何だも狂気ってことだな。よし。すいません、さっき僕はひるんだろうか。スパイクモーションからのセットアップ、さすがは及川の後輩ですね。牛島さん、牛島さん、焦ることはねえぞ。5セットマッチの1セット目を取られただけだ。忘れんな。はい。いい。まずは対牛島の構図を作らなくちゃ話にならない。よこせ。出た、ゲスモンスター。今日の俺、120点。さすがにタイムアウト取ったな。若年君、俺の方が目立ってごめんね。うん、問題ない。あの5番、なんでコウモを続けざまにブロックを。ゲスブロックだ。ゲスっつうのは推測って意味で、あくまで個人技頼みなブロックだ。考えすぎて惑わされんなよ。アイス。前前。ギリギリ。チャンスボール。さっきの間違えたはスルーの方向かな。理屈が通じない相手って感じだな。攻撃を防ぐためにブロックは進化し、
ワンチ！レオ、前！ナイスレシーブ！肉だけ何を先生。はい。3枚ブロックの時のタイミング僕に任せてもらえませんか。牛島ほんと止まんねえな。抜けた先にはマジかよ。ここからだ。なんだかモビングっぽいですね。モビング。つなぐためのブロックを起点に全て有機的につながったバレエを。これなら牛若とも戦える。あとストロー。はい。スワーネットコイン。まだテンション下げるとこじゃねえぞ。おい、ワンダッチ。心臓に悪い。影山ナイス。カラスのファイター通じないのはこっちも同じみたいだな。若年ブロック3枚。ナイスレシーブライト。ただでは通さない。点取るためだろ。うしょ、俺に集めろ。せーの。すさまじいですね。強烈。ナイスだ、ナイスだ。チャンスボール。道を開けろ。それがお前がバレーにハマる瞬間だ。100点の1点だな。勝負はここからです。カバー。白鳥座は崩れる気配全くありませんね。あんな攻撃には目がくらむ。それでも思ってしまった。強い連中が集まるところへ強いバレーをやりに行く。唯一ヤツと対等なのは俺なんです。高さで勝負できないのに技術も稚拙でどうするんだ。おい、もたもたすんな。